見やすどころは自宅の方にいた時であったから、そっと源氏の手紙を読んで文意にほのめかしてあることを心にとがめられていないのでもない見やすどころはすぐに悟ったのである。これも皆自分の薄命からだと悲しんだ。こんな生き量の噂が伝わっていった時に、院はどうおぼしめすだろう。前皇太帝とは御同胞といっても、とりわけおむつまじかった。西宮の将来のことも院へお頼みになって、東宮はお隠れになったので、その時代には第二の父になってやろうという仰せがたびたびあって、そのまま御所で高級生活をするようにとまで仰せになった時も、あるまじいこととして自分はご辞退をした。それであるのに若い源氏と恋をして、しまいには悪名を取ることになるのかと、見やすどころは重苦しい悩みを心にして、健康も優れなかった。この人は昔から教養があって見識の高い、趣味の洗練された貴婦人としてずいぶん名高い人になっていたので、西宮が野の宮へいよいよお入りになると、そこを風流な遊び場として天井役人などの文学好きな青年などははるばる佐賀へまで訪問に出かけるのをこの頃の仕事にしているという噂が源氏の耳に入ると、もっともなことであると思った。優れた芸術的な存在であることは否定できない人である。悲観してしまって異性でも行かれたら随分寂しいことであろうと、さすがに源氏は思ったのである。